こんにちは。日常の論理で読み解く哲学者の名言。第5回は、ヘーゲルの言葉。理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である。まあ、これを扱いたいと思います。えー、だいぶ <laughs> 長い言葉ですけれども、そしてまた少々回りくどい感じもしますね。であのヘーゲルという人は、そちらにこう出ております通り、1770年ですから、 18世紀の終わりから1831年も19世紀の前半ぐらいに生きた人なんですね。で、このまあヘーゲルという人は哲学者としては非常に、まあ、有名なだけではなくて、日本では特にですね、ヘーゲル研究をしている人が多いんですね。で、それには事情がありまして、で、実は日本が、日本人が西洋の哲学を勉強するようになったのは、まあ、言うまでもなく、 明治維新以後ですね、江戸時代には鎖国をしていたわけです。で、明治維新というのは19世紀の後半ですから、その鎖国を解いて、明治維新になった時にですね、西洋の学問が一度にも入ってくるわけです。で、例えばその時に、まあ、日本はドイツ人であるとか、まあ、フランス人、イギリス人、アメリカ人、まあ、いろんな人たちからものを教わったんですけれども、特に哲学はですね、ドイツの哲学が日本に 中心的に入ってきたんですね、えー。そしてその時代、ドイツで一番中心的だったのは、この、やはりヘーゲルの哲学と言えるわけです。ですから、実はヘーゲルというのは、あ日本ではとても広く知られている、受け入れられている哲学者なんですね。えー、ただ、ヘーゲルが言ってること自体は、なかなか難しくて、えー、流行っている割には難しいわけがわからないと言われているような哲学者です、えー。今日はこのヘーゲルの思想を考えてみたいと思います。 まず、今日のテーマですね、理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である。これは、あの、ど、どこに書かれているかというと、法の哲学、法律ですね。法の哲学という本の中の、まあ、序文ですね。そこに書かれている言葉です。ちょっと読んでみましょう。理性的であるものこそ現実的であり、現実的であるものこそ理性的である。とらわれない意識は、 いずれも哲学と同様に、この革新に立っているのであって、哲学は自然的宇宙の考察と同じく、精神的宇宙の考察においても、この革新から出発する。え比較的、えー、簡単に説明してありますね。で、まあ、理性的であるものは現実的だ。現実的ってことは我々の身の回りにあるものだと。そして、現実的であるもの、逆もまた真である。我々の身の回りのものは、 もうそれそのものが理性的であると言える言んですね。問題はこの理性的ですね。人間の頭の中が理性的であるというのはわかります。しかし、例えば我々の、えー、周りにある木や山や、えー、あるいはコップや、えー、そういうものが理性的であるというのはどういうことなんでしょうかこれはよくわかりませんね。そして、えー、囚われない意識。まあ,あ、囚われない意識ですから自由な意識と言ってもいいでしょう。それは、 哲学と同じくこの革新に立っているっていうんですね。ってことは、あの、哲学も、おそういうふうに、現実性と理性、理性的であるということを、えー、同じに考えていかなきゃいけないということです。で、最後の産業はよくわかります。哲学は自然的宇宙の考察と同じく、つまり自然科学ですね。自然科学をやるのと同じく、精神的宇宙の考察、我々の精神を考えるときにも、 現実的と理性的ということを結びつけて考えなきゃいけないっていうんですね。まあこれはあの今までずっと哲学者の考え方を見てきたわけなんですけれども、一つの大きな問題点が、科学と精神の問題をどう考えるか。つまり物質と精神のつながりをどう考えるかということだったわけです。それは、精神というものが例えば宗教的な影響を受けている。そして、 我々の周り、自然の観察というものが科学として宗教から独立している。なんでこの二つが分裂しちゃうのかと。ヘーゲルもですね、そういうことに疑問を持っていた哲学者なんですね。で、ヘーゲルはやっぱこの二つを統一すべきだって考えるわけです。で、それをどうやって統一するかということなんですね。で、ヘーゲルの生きた時代、18世紀から19世紀ですけれども、 この時代には、それまでの時代とは異なったさまざまな出来事が起こってきたわけなんですね。で、まあそれを3つの問題について考えていきたいんですけれども。まず最初に科学の発展ということがあるわけです。で、まあ18世紀から19世紀というのはですね、現代の私たちが知っているほとんどの科学の基礎、自然科学の基礎というものが作られた時代です。 で、ええー、まあもうイギリスでは産業革命が起こって、ええー、蒸気機関があ普通に使われ、工場で、ええー、機械的な生産が行われるようになるんですね。ですから、大量生産ということがもう始まってくるわけです。そして、ええー、現在と同じように動力を用いて、ええー、ものを作る。人間の力をはるかに超えた生産力がそこで生み出されていくわけなんですね。で、こういうふうに、科学や技術というものが、 人間の生活を変えていくとですね、当然ながらそれまでの宗教的権威はますます後退していきます。例えば、ガリレオが天体を観測して、教会が言っている宇宙の成り立ちと実際に観測した宇宙の成り立ちが違うといったとき、教会の側はそれに抵抗してですね、ガリレオに過ちを認めさせるというようなこともできたわけです。 しかしながら、科学や技術の成果として、鉄道が走り、工場で、例えば多くの綿を入り物などがこう生産されて、すべてのものが誰にも安く手に入るようになってきますと、もはやですね、教会よりもそうした科学や技術を信じた方が生活が豊かになるということが誰にも分かってくるんですね。まず、18世紀とか19世紀はそういう時代なんです。そしてまた、 ヘーゲルが生まれたドイツではですね、例えば化学ですとか医学ですとか、そういう現代に通じている科学が急速に発展したんですね。で特に医学なんかは、この18世紀、19世紀を通じて、ドイツがまさに医学的進歩の中心でもあったわけです。 で、日本では今でも、いわゆるカルテを書くときに、えー、ドイツ語で書いたりしますけれども、えー、あれも考えてみるとですね、あのー、根拠がもうないですね、今ではね。で、結局これも明治維新のときに、 え、ドイツから進んだ医学がもたらされて、そして、え、ま、お医者さんっていうのはみんな、ドイツに留学してですね、あの、森外とかがそうですね、え、ドイツに留学して、ドイツの最新医学を勉強してきたので、医者はドイツ語ができなくちゃいけなくて、で、医学用語の多くはドイツ語で、え、そして、え、各カルテもドイツ語。 というふうになってきたんですね。今でもその習慣が残ってるわけです。まあ、カルテっていうのも、あの、ドイツ語でカードのことですからね。えー、そしてまあ患者さんをクランケって言ったりとかね、えー、手術をオペって言ったりします。オペラツイオンですね。まあ、こんなふうに、あの、今でもそうした言葉遣いに残っていますように、えドイツでは医学を中心として様々なその科学技術ということが進歩をしていったんですね。そうしますとますます、え進行を というものが交代していって、我々は物の豊かさであるとか、科学技術の便利さというもの、そういうものを優先するようになっていく。そういう時代が、まさしく18世紀から19世紀の時代だったわけです。そして、次に2番目に、今度は、社会の問題ですが、歴史的な問題を考えていきますと、 まあ、この18世紀、19世紀に何があったかというと、フランス革命からナポレオン戦争へというですね、非常に大きな激動の時代だったわけですね。で、例えば、フランス革命というのは、王様の政治、王政というものを市民が打ち破って、そして王様の首を切っちゃってですね、共和制を確立していくわけです。 で、そしてさらにですね、えー、その後に出てくるナポレオンは、えー、まああの普通のですね、まあ普通ではないんですけどね、もともと貴族の末裔ですけれども、えー、まあ言ってみればそういう王家の血筋ではないものがですね、えー、権力を奪取することによって皇帝にまでなっちゃうわけですね。で、さらにナポレオンはあーヨーロッパ全域で戦争するわけですが、えー、このヨーロッパ全域の戦争が、まずヨーロッパ全域で、えー フランス革命を輸出したような感じで、まあ、古い王政を崩壊させてですね。まあ、特に、あの、ナポレオンみたいな優れた戦術家、戦略家がですね、戦争をしてくるときには、頭のいい奴でないとナポレオンに対抗できないわけですで。要するに王様がただ単に王様の血筋を継いだっていうだけで政治をしているような国は、ナポレオンに立ち打ちができないんですね。 ですから、まあ、ナポレオン戦争が起きると、どこの国でも、優れた軍人であるとか、優れた官僚役人ですね、えー、優れた政治家、えー、そういう人たちが、えー、まあ、それまでの身分を超えて、えー、徴用されるようになっていくわけですね。それによって、えー、古い、えー、王家の血筋だけを大事にするような体制がどんどん崩れていくわけです。ですから、フランス革命、そしてそれに続くナポレオンの時代っていうのは、古いヨーロッパを一掃してしまうような、 非常に大きな変革の時代だったんですね。実際、ヘーゲルはナポレオンの同世代人なわけです。同時代人なわけです。そして、ヘーゲルが学んでいたイエナという大学町がドイツにありますが、そのイエナで若きヘーゲルは実際にナポレオンを見てるんですね。で、まあ、ある晩、ナポレオン軍が 街を通過するというので、ヘーゲルは一晩中起きてですね、下宿の2階の窓から通りを眺めていたそうです。そうすると夜中にナポレオンが馬に乗って非常に静かに軍勢を従えて通っていったっていうんですね。で、その姿を目にしたヘーゲルは非常に感動したという、そういう記述が残っています。で、まあ、ヘーゲルはそのナポレオンをですね、まあ、後でお話し,しますが、 世界精神。これはまあ歴史を動かしている精神の力というような意味ですけれども、私は馬に乗った世界精神を見たと。そういうふうに表現しているんですね、えー。つまり目の前で歴史が変わっていくのを見たと。そういうふうなことを言ってるぐらい、まあ激動の変化の時代だったわけです。えー、そして、えー、もう一つ、えー、例えば私たちが 歴史であるとか文化だとか言っている、その根底には、例えば国というものがあるんですが、この国というもののあり方が変わったのがこの時代なんですね。で一言で言うと、そこに国民国家の形成と書きましたで。国民国家というのは、あの、近代国家のことです。で、近代国家とは何かって言いますと、簡単に言いますと、国境を決めましてね。で、その国境の中に、内側に住んでいる人はみんな同じ国の国民であると。 こういうふうな考え方の国なんですね。で、実は、中世の時代には、その国という概念はまだはっきりしていないんですね。これはヨーロッパでもそうだし、日本でもそうなんですね。えーまあ、日本では、例えば戦国時代には軍友割拠で、えー、もういろんな強いやつがですね、日本全国に散らばっていてで、そういう人たちが互いに領地を争っていました。そういう時に例えば、えー 日本という国なんて意識は当然ないわけですし、えー、そしてまた、えー、例えば、日本の中をいくつかの国に分けて、えー、互いに、別の社会体制でやっていくって考えもないわけですね。で、しかしながら、日本の場合には、えー、明治維新によって、外国と日本という対立が出てくるわけですね。で、外国に対抗するためには、日本は一つの国じゃなきゃいけないと。だからそれまでにあった争いはやめてですね、えー、日本全体が一つの国としてまとまろうじゃないか。 で、そのためには、例えば、えー、共通語ですね。同じ言葉を使っていくとか、あるいは同じ文字を使っていくとかですね。えー、そういう考え方から、まあ、現代の私が話しているような、こういう共通語としての日本語。まあ、日本ではよく標準語と言いますが、こういう言葉ができていくわけですね。ヨーロッパでも同じです。まあ、ヨーロッパでも同じで、えー、例えば、まあ、ナポレオン戦争が起こりますとね、えー、ナポレオンに支配されないためには、自分たちで団結しなきゃいけないわけですね。 で、逆に言うと、それが国というものを作っていくわけです。え例えばあ、フランスの隣にある国がドイツなんですけれども、えドイツっていうのは昔は、あまあ、分裂国家でですね、多くの小さなあ国に分かれているわけですね。で、ところがナポレオンがドイツを侵略してきますと、一致団結して戦わなきゃいけないんですね。そこで初めて、え俺たちはドイツ人だと。ドイツ人はまとまるべきだっていうような意識もできてくるわけです。 こうやって実はナポレオン戦争というのはヨーロッパ全体を戦場にすることによってヨーロッパにそれまであったバラバラのですね地域としてあった文化を一つにまとめて大きなまとまりフランスとかドイツとかイタリアとかスペインとかですね大きなまとまりを作っていくきっかけになったんですねでまあヘーゲルが生まれて生きたドイツでは例えばグリム兄弟 の仕事なんかが生まれてくるわけです。で、まあ、グリムといえば、グリム童話が有名ですけれども、あれ何のためにグリム童話をグリム兄弟が編集したかというと、そうして、ドイツ中に散らばっている民話ですね、そういうものをまとめて編集することによって、ドイツ文化とは何か、ドイツ人とは何か、そしてドイツ語とはどんな言語かということを自覚し、まとめていったわけです。 ですから実はグリム兄弟は言語学者であって、えー、ドイツ語の辞書を編纂しているわけですね。で、あの、ドイツでは、あ昔から、えーまあ、山の方の高知ドイツ語と、お低い方の低地ドイツ語という、えーまあ、あの2つのお異なった種類のドイツ語が使われていたんですね。しかしながらそれを統一して、えーまあ、現代使われているような1つのドイツ語にまとめていったり、あと様々に書かれていた文字の綴り方を統一したりとか、 そういうふうなことが19世紀には行われていきます。まあそうして、え、ドイツ人とか、ドイツ文化とか、ドイツ語とかいう考え方が生まれていくわけですね。こうした、ああ、動きを国民国家の形成と言います。で、そこではまず、今、グリムの例でも出しましたように、自分たちの文化を受け継いでいくこと、自分家の継承ですね。と同時に、歴史の意識、つまり自分たちはどこから来てどこへ行くのか、そもそもドイツ人とは どこに住んでいた人たちがドイツ人になったのか。日本人だったら、日本人は、えー、日本文化ってのはいつ頃生まれたのかってことですね。そういうことが初めて、えー、自分たちの学問のテーマになっていくわけです。で、ヘーゲルの生きた時代というのはまさにそういう時代なんですね。ですから、そのヘーゲルの哲学というものも、えー、今申し上げたような、例えば科学の発展とその宗教的権威の交代をどう考えるか。そして、 フランス革命のナポレオン戦争と旧秩序の崩壊のような社会の変化をどう考えるか。そして、えー、国とか自分の文化とか歴史とかいうことをどう考えるか。そういうことに対する答えになっていくわけです。まあですから非常に幅の広い、えー、領域が広い哲学ということですね。まあ実際にヘーゲルはあもう何でもかんでも <laughs> 哲学のテーマとして、えー、取り上げています。 ですから、そのヘーゲルの全集なんていうのもですね、あらゆる分野に及んでるんですね。もう読むだけでもこれはもう一苦労なわけです。しかしそれはこうした激動期のドイツでヘーゲルが哲学ということを考えていったからでしょう。さて、ヘーゲルの哲学というのは非常に領域も広く、しかも考え方も深いので、 えー、短時間でですね、さらっと説明するっていうのは非常に難しいのですが、えー、まあ、ここではそのお一番のおはっきりした骨組みを、えー、ご説明しようと思います。で、まあ、ヘーゲル哲学の構成というふうにそこに書きました。で、まずですね、えー、例えば、宗教と科学の関係、宗教と我々の知性の関係、まあ、そういうことを考えるときに、えー、ヘーゲルは精神現象学という、 大きな本を書いているんですね。で、まあ実はこれはとても難しい本で、まあ、この精神現象学の解説書というのも山ほどあるんですね。で、山ほどあるんですが、いくら読んでもはっきり分かったかどうか分からないというような本で、あの、難解な本、難解哲学書の代表の一つとされています。しかしながら、これは非常にユニークで面白い発想に基づいて書かれている本なんですね。 で、これどんな本かと言いますと、えー、自己意識。自己意識っていうのは自我のことですね。私は何者かという自分に対する意識のことです。この自己意識の成長の物語なんですね。で、まあこれを難しく言いますと、自己と他者の弁償法。弁償法っていうのも、実は日本ではよく使われる言葉なんですが、えー、まあこれの正確な意味っていうのは、えー、ほとんど行き渡っていません。で、えー、ちょっとこちらの こちらの図を先に説明したいと思うんですが、まあそのヘーゲルはですね、一人の人間が例えば赤ちゃんから大人になっていくような過程と、人間の文化の歴史を考えたときに、まあ原始的な文化から現代の文化まで文化が発展してくる過程、そういうものを二重写しにして考えているんですね。 ですから私たちが成長するのも文化が成長するのも同じような過程をたどるそういうふうな考え方で書かれているのが精神現象学という本なんですねで簡単に言うとここに三角形の図があるんですけれども左下の無自覚な意識というところから我々の自覚というのは始まっていくんですで、まあ、ちょうど赤ちゃんはですね え、生まれた時には、自分とか他人とかって全然ないですね。で、まあ、あの、赤ちゃんは泣きたい時に泣き、え、寝たい時に寝てるわけです。で、そういう段階の私たちの精神のあり方、こういうものを無自覚な意識、あるいは、即時なんていうふうに、え、日本語で訳したりしています。で、これはですね、えー、自分とか他人とかいうことも全然考えていない、気がついていないような意識なんですね。 で、それに対してそれがちょっと発展していくと、右側の方の、自他に気づく意識、退治と呼ばれる、えー、こういうふうな段階になるわけです。これ例えば人間で言いますと、えー、自分と他人の違いがわかる。まあ、普通の人間ならば、例えばお母さんやお父さんをまず見分けるようになって、えー、まあ最初はお父さんやお母さんと自分っていうのは別のもんだとはもちろん思わないわけですが、えー、しかし、そのうちにですね、ママとパパが違うとかですね、 えー、そして、えー、自分があやりたいこととママやパパがやれっていうことは違いますね。えー、だからあ、幼い子供でもですね、成長期の,期のある時期には反抗期が出てきてね、親が何を言っても嫌って言いますね。で、親が何か言うとわざと嫌って言うでしょ。で、それはなぜかっていうとやっぱり自分と他人の区別がだんだんできてくるわけです。しかしながら、あまだまだそういう段階では、えー、成熟した精神とは言えないですね。 というのは、例えば、自分の、親と自分の関係以外の第三者、友達であるとか、あるいはそれ以外の一般の人であるとか、そういうところまで分かってきて初めて自分と他人の区別がつくわけです。で、この自分と他人の違いに気がついた意識は、例えば歴史的に言いますとね、これはギリシャ哲学から始まった西洋の哲学が、例えば会議主義みたいな、 すべてを疑って見るようなものを経てですね、次第に、えー、私は何者なのかということに、えー、気がつくようなそういう段階だっていうわけですね。で、そして、この意識はあ、自分と他人というような、これはまあ対立です。私と他人は違いますからね。私がやりたいことが他人とぶつかることもあるんですね。さあ、その時問題なのは、自分がやりたいことはあくまでわがままを言って通すか、それとも他人の身になって考えるかです。 他人の身になって考えたとき、私たちは新しい段階に行くって言うんですね。それがあの一番上に乗っかってます。自己を理解した意識。で、これはまあ即時かつ退時などと訳されるんですけれども、要するに自分が何者か分かっていて、そして社会の中の自分、周りの人との関係における自分ってことが分かっていくわけです。まあこういう自分こそ自立した自分なんですね。まあですから私たちは幼稚な段階を経て、最後に一人前の自立した事故に行く。 この事故っていうのは自分が分かってると同時に他人への思いやりなどもあるわけですね。で、でまあこれは例えば精神の歴史で言うと、えー、例えばキリスト教の宗教の,その教会制度ができたりとかですね。で、そういうふうなところにこうした、えー、段階があるんだで。一人の人間で言えばそうした自覚せる精神なんだと。まあ、こういうふうなことをヘーゲルは言っていくわけです。そしてこれがですね、あの自分と自分じゃないものの間の対立を通してですね、そういう段階が生まれていく。 対立がないとわかんないんですよ。やっぱり私たちは自分一人だけで生きているんではダメなんですね。いろんな人とぶつかりながら、その中で揉まれながらですね、えー、わがままが通らないこともある、辛いこともある。でもそれを乗り越えて、えー、他人というものも理解できた時に初めて自分もそこに、えー、自覚的に理解できるんだということです。まあ、考えてみると非常に当たり前のことなんですが、ヘーゲルはこれをですね、 世界の歴史とか人間の文化全体とかに応用しようとしたんですね。で、もう一回ヘーゲル哲学の構成をちょっと見ます。2番目に法の哲学。今日の理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的であるという、この法の哲学を例に挙げたんですが、ヘーゲルの考え方から行きますと、例えば法というのは社会のルールなわけです。 でさらに言えば、えー、社会の中で我々が理性を使ってですね、法則とか規則とかいうことを整理したのが法なんですね。で、法というものはどう作られるべきであるかと。そういうことを考えたときに、もちろん法っていうのはですね、自分にとってだけ都合がいいものは法にならないわけですね。まあ、かつては王様が自分にとって都合がいいものを法律にして、えー、そしてまあ世の中の多くの人はそれに従わざるを得なかったわけです。 しかし、えー、近代、現代の法は違いますね。えー、そうではなくて、えー、みんなの間で話し合って、みんなが納得したものが法になっていくわけです。ということは、法というのは、我々の精神の中で一番合理的な部分が現れたものが法であり、法であるべきだっていうことになります。つまり、社会の現実というのは、法という形で現れるとき、その合理性の現れということになるんですね。まあ、ですから、 その理性的なものが現実的であるとか、現実的なものは理性的であるとかいう言い方は、こうした法というものが合理的に作られていくときに、当然そこに現れてくる性質なわけですね。で、ヘーゲルはこの法の哲学の中で他にもこんなことを言っています。え、それはそこに書きました。哲学は時代を思想のうちに捉えたものである。えー、面白いですね。哲学というのが時代、 どんな時代に我々は生きていくかっていうことを思想の中で捉えたのが哲学だ。明らかにここでは、えー、歴史性が意識されているんですね。歴史性であるとか、あるいは自分の文化とはどんな文化かが意識されているわけです。つまり先ほど申し上げた自覚している自分ですね。自分が周りと比べてどうか、過去と比べてどうか、それが捉えられているものこそ哲学であると。そしてまた、 法の体系は実現された自由の王国であるとも言っています。えー、自由の王国。我々が自由に生きる。我々の義務や権利を、えー、自覚して生きる。で、そういう自由はですね、えー、どういうふうにして実現していくべきか。それはもう法によるしかないわけですね。えー、つまり、えー、合理的な法律を作る。人間の自由を保障する法律を作る。それこそが法律のあるべき姿だというわけですね。 まあ、現実に我々は、えー、法律が社会の現実と合っていないようなことも様々なところで経験するわけです。でも、その時はね、法律を変えればいいわけですね。で、そういうことによって、その我々の現実的な要求というものが、えー、理性的に捉えられるわけだし、我々が今持っている哲学をそういう形で法律という形に実現することもできるわけですね。 だからこれはその法律というものを非常に理性的かつ現実的に捉えている考え方だと言えます。まあ現代の私たちが法律について持っている考え方もこのヘーゲルの考え方の影響を強く受けていますね。そして次にヘーゲルは、先ほどから言ってます、この発展という問題を社会、歴史というものに応用して歴史哲学という本も書いています。 で、えー、この歴史哲学っていうのはあ、さっきちょっと触れました。歴史というものが世界精神の自覚の過程であるという考えなんですね。で世界精神っていうのは、まあ言ってみれば神の精神のようなものなのですけれども、えー、要するに、えー、神様もですね、子供から大人になるわけです。つまり、それが歴史なんですね。 つまり神様が子供の状態は原始時代で、で神様が大人になっていくと、だんだん近代に近づいていくというような、そういう発想ですね。これも面白いですね。そしてこの世界精神というのは、精神なんだけれども、えさっきも言いましたとおり、合理的なものが現実的であり、現実的なものが合理的なんですから、世界精神が合理的ならば、それは現実に何らかの、現れがあるわけですね。で、それが、 例えばあ、政治家であるとかですね、えー、歴史の上に現れてくる様々な英雄であるとか、えー、そういう人物だと。まあ、例えば戦国時代の武将であるとか、えー、哲学者であるとか、それが世界精神の現れだっていうふうにヘーゲルは捉えるわけです。ですからヘーゲルにとっては、えー、ナポレオンのような非常にこう、スケールが大きな人物っていうのはまさしく、うん、世界精神、歴史の現れそのものなんですね。 こういう非常にこうダイナミックな発想をヘーゲルはしているわけです。そしてこれらがまとまって一つのまあ哲学になっているんですね。まあですからこれはえこれまでまあヨーロッパにあったさまざまな思想の一つのお集大成みたいなもの。まあ、ヘーゲル哲学というのが非常にえ領域が広くてしかも難しいって話をさっきしましたが、まあ、それだけのお重み、価値を持ったものであると言えるかもしれません。 そしてここから多くの現代の哲学も出てきてるんですね。例えばあの、社会主義の理論家マルクスですね。共産主義社会主義のマルクスなんかは、まあ、哲学的にはこのヘーゲルの哲学を取り入れて、社会というもののより一層の発展ということを考えていった人なわけです。で、まあ,あ、ヘーゲルの 本というのはどれもすごく厚くて難しいんですけれども、最近ですね、ヘーゲルをわかりやすく訳し直したりとか、わ、えー、かりやすい解説をつけたりしたいい本がたくさん出ているんですが、えーまあ、今日の翻訳はこちらの中古クラシックスの法の哲学から取りました。えーまあ、あのヘーゲルがわかりやすく解説されて多くの人に呼ばれるのは非常に意義のあることだと思います。それでは今日の説明はここまでにしたいと思います。ごきげんよう。